アルデアデルレイは、スペインカスティーリャラマンチャ州、シウダーレアル県のムニシピオ。アルデアデルレイは、カンポデカラトラーバ地区に位置している。隣接する、自治体、脇田がバレンスエーラデカラトラーバ、南がビジャヌエバデサンカルロス、東がカルサーダデカラトラーバと、グラナトラデカラトラーバ、西がアルガマシージャデカラトラーバである。自治体首長は、 カスティーリャラマンチャ国民党のミデル・モラーレス・モリーナで、自治体表議員は、カスティーリャラマンチャ国民党、5、カスティーリャラマンチャ社会党、4、CCXA、2となっているアルデア・デルレイは、プエルトジャーの司法官轄区に属す。他には、ヌエストラ・セニョーラ・デル・バジレハイド、3、ホルヘ・マルティル教会、製粉書や、考古学遺跡などがある。ありがとうございます。